こんにちは、みみんなのみみです。台風が来ます。というか、もうそこまで来ているようです。さっきまで早かったんですけど、急に降り出しました。この時期ですね、バラの成長がなかなかいい感じで、ベーサルシュートをムキムキと出して立派に成長しています。こちらのピエルグモンサール、立派なベーサルシュートがねーって伸びてるんですね。その大事な枝と葉っぱを台風から守らなければなりません。ということで、今日はバラの台風対策を進めと思います。まず台風対策その1、鉢植えのバラを軒下に移動させる。私は玄関の屋根があるところに押し込んでます。これでちょっと風があまりに強くなりすぎたら玄関の中へ移動させようという狙いです。この方にも避難させてます。鉢植えのバラは軒下に避難させる。これは台風対策ナンバーワンです。風が強すぎて鉢が倒れてしまうような場合っていうのは、もうあらかじめ鉢をこう横に倒しておいて、枝や葉っぱが折れるのを防ぐ、あらかじめ鉢を倒しておくやり方もあるということです。こちらがなかなか立派に育ってきたピエール・ド・ヨンサルです。前回の台風が来た時に一つ支柱を立てたんですよ。いいですね。その後に見てください、この立派なベーサルシュート、スーッとまっすぐ伸びてきましたね。この2本がちょっと今回は対策しないとまずいかなって思うんですね。これがこうフラフラって揺れて折れちゃったら大変ですよね。私は今回はこのようにこういう支柱ありますよね。これは 180cm の支柱ですが、これをここの台とあそこにあるカゴ、ここの金具に通して、こうやってこんな風に通して紐でくくりつけ、あの枝をこの支柱に縛ろうと思います。とにかく枝が揺れないようにするというのが大事です。やってみようと思います。はい、できました。こんな感じです。この支柱をここにくくりつけて、しっかり取れないように二重三重に縛りました。で、ここですね、こうやって支柱と支柱に
枝を近づけて結んで、枝を傷つけないようにできるだけ、うん、取れない取れない取れない感じが、こっちはちょっと緩んでます。もう一回縛り直しますが、こちらがもう一本のグレーシャルシュートです。こうやってがっちり縛りました。多少揺らしてもびくともしません。あとそっちの長いのはこの柱にくくりつけてあります。でこちらもう一本の枝はこの支柱にがっちり結えておきました。よし、これでちょっとやそっとの風が来ても大丈夫なはずです。今日の夜から雨が降り出し、明日の朝に一番ひどくなるということなので心配ですが、まあ大丈夫でしょう。明日台風が行ってしまってからすぐにこの支柱と紐は外したいと思います。